カンタ軍団、こちらを今年2023年作っていこうと思っておりまして、KYTT 始動でございます。はい、どうも、水溜りボンドのカンタです。お願いします。ということで、カンタの大冒険のカンタ軍団へようこそ。前回 KYTT っていうね、カンタが、ちょっと YouTuber さんとご飯に行きたいなということで、たくさんのね、ご連絡いただきました。インスタの DM とか Twitter とかにも、僕が知り合いじゃない方々からもメッセージがかなり来てまして、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。でですね、今日初めてね、それを開催しようかと思って、まだ返してない方々にはね、これからちょっとメッセージ返させていただくこともあると思うんですけども、30分が経過しました。一旦ちょっともう飲み物を頼もうかな。誰かは来てくれると思うんだけどな。 QR コードのメニュー、コーラのも注文しました。ですね、結構ちょっとエッチな話をしていることがありまして、ちょっと気まずいんですけど、気にせず動画撮っていこうと思ってます。はい、変なね、話題が入ってきてても、もう気にしないでください。はい、今後撮影許可もいただいてるんで、楽しく撮影していきましょう。あれ、もう来ないね。あ、こんばんは。いいですか？はい、はい、こんばんは。こんばんは。個室で編集です。いやー、友達を募集してるってことで、これはもうすぐに行かないかなと思って。友達だから。はい、ちょっとごめんね、そう、ちょっと遅れちゃって。ちょっと東京初心者なもんで、元気？お久しぶりです。でも全然もっと気軽に、なんかまあ硬いな。硬い硬い。え、何ですか？え、何ですか？いい写真撮りたいなと思って。ピンク。今日疲れてるんですか？もしかしてなんか。すごい。すっごい嫌だな。なんかもっと人数が、イメージがもっと人数が、わーっともうなってるのかな。いや、ちょっと勘違いしちゃったとこあったかもしれない。だって募集さし、さし、さし、すせはわかんないですけど、え、すせ、すせです。すせだとちょっとまた話変わってきます。でも東京いないですもんね。今日は本当たま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 いて、ちょうどなんか呼んでる気がしたのかも。何の予定もないのにスタジオに一人でいたの。あ、そうなんですね。何の予定もないの。何の予定もないのに何回も東京にいたんですか。何してるんだろうと思って。あ、そんな偶然が。ちょっと、ちょっとご飯頼んだりしました。自分が食べるように。シェアしましょう。友達だから寂しくてああいう動画上げたんでしょ。友達がマジでそんなことないです。マジでそんなことないです。リスナーさんがこれはすぐ連絡しないといけないですよって連絡が来る前に、はい、その動画2回見てました。先に募集の内容、こういう条件ですみたいな。でも結構ガチガチじゃないですか。そう、だからやっぱ難しいっすよね。いや、4項目目ぐらいの、その終わった後温泉とかサウナ行ったりみたいな。温泉サウナ憂鬱ちょっとダメで。あ、もうダメだと。だから4人とかでもしこう集まったら、じゃあその後温泉サウナ行こうかなった時に、ちょっと行くってなると冷めるんですよ、いつも。あ、そう、本当に無理なんですね。こうよみたいな。いや、じゃあ難しいっすね。いや、ちょっと待ってください。こんにちは、お風呂ありますよ。大きな温度もあるじゃないですか。料理もする。違うんですよ、そのそんなに信じられないんですよ。何だいぶ昔からこういう感じでやってるじゃないですか。ありがとうございます。はい、だいたい、いや、ネタじゃないですか。いや、ネタじゃない、はっきり言って。え、ネタだと思ってる。ネタだと思ってたんですよ。ネタだと思っていたんです。ネタじゃないですよ。何をそんなネタなんて。いや、そうなんですよ。いや、
ネタじゃない速度なんですよ。今日の速度見ました。めっちゃ速かった。回数少ない。そうっすよね。だから今までこれはってなってるのは、私が完全に後悔できるとき、あのどう頑張っても2時間はかかる。2時間半で新幹線だと5時間半でも、東京行ったら今日 LINE 0.2 秒ぐらいで返したでしょ。そうっすよね。いやでも全然無理しなくていいんじゃないですか。無理、そんな無理することじゃないですよ。あっ危ない。私物怪我する。私物すぐ持つじゃないですか。帰ろうとして。一旦安心するんですよ。何でも逃げる。うわあこれ美味しそう。お茶飲むって言ってました。あ、これお茶ですかこれ。昆布濃いな。お茶。はい。あでも乾杯しよう。あ、ほら友達はやっぱりなんか乾杯するじゃん。もう飲み干しちゃってたんで。すみませんなんか。なんだ危ない。これな、これ違うです。注文するんすよ。それで注文するんですよ。あ、注文。会計だと思っちゃって。ごめんなさい。会計は僕が持ちますよ。じゃあもう会計するのかな。ああ、終わらせるつもりだ。すぐします。いや、再会計じゃん。注文でしょ。いや、注文かどうかだけど、ここでわかる。できる。ああ、よかった。ここに会計の欄がある。ウーロン茶一つとスパの二つ。気持ち悪い。もう大丈夫です。いやいや大丈夫じゃなくて、タックさんもう違う違う違う、そんな差しで動画とか、はい、あんまりいいんですか。店員さんも怖いですよこれで。何も撮ってないカメラがここに置いてあるの想像つかないですよ。ごっついアルバム送るから1日でたった1日。あ、そういうことですね。確かに言ったな。ちゃんと疲れてきたよ。匂わす、匂わすぐらい。ちょっと待って、これ今撮れたんだけど、ほら見てこれ、ちょっと少ないですね。これはダメだよ。これはおかしい。いや、全然そんな言わないでください。いや、これが僕のだったらいいんだけど。いや、全然分けるよ。すごい嫌な客来たなって思われるんで。気持ち悪い。気持ち悪い。嫌だな、なんか全然思ってたんと違うな。普段ちょっと絶対持ち出さないんです、このカメラ。あ、そうなんですね。今日はちょっと持ち出して、今日はちょっと撮るぞ。いや、いいっすよ、そんなやんないでいただいて。カメラとか好きじゃん。好きっす。映像学科だったし、はい、一応映像やってたし、こうカメラとか見ながら、このカメラあれじゃんみたいな趣味を共有できる。いや、それはアルファですか。はい、アルファ7S。どんだけ暗くても撮れるっていうのをちょっと見せたい。あの、ISO感度が高いんで。ISO さっきの思想とちょっとかかってる。来ていただいたのはやっぱ嬉しかったので。でもなんかやっぱこう溢れるのかなと思って。実際友達いないことはないでしょ。いや友達は多分広く浅くなんですよね。ああ、だから飯に行こうって言って誘える人はそんなにいなくて。飯行かないでしょ。まあ、気軽に誘ってもらえたら一番嬉しいんですよ。だから、これは僕が勝手にそう思ってるだけで、カンタさんってめちゃくちゃせっかちじゃないですか。本当ですか。もうこれもやりたい、あれもやりたい、どうしようってなった時に、はい、2つ同時にしようみたいな。あ、そういうのあります。確かにだから多分今から行きませんかって言った方が成功率高いんじゃないかな。今から15分後そっち行けるんですけど、よかったら昼食べませんって言った時の方が、ああ行けますよってなるんじゃないかなみたいな。予定立てるのとか嫌いで。確かに。え、なんでそんなことわかるんですか。だから今日じゃなくてその次の予定になっちゃうと、これ絶対なくなるなと思って。絶対に行ってやろうと思って。やだな。おつおつ、今日もお疲れ、タイタニック。早っ。帰りましょう。帰りましょう。質問
募集してたんですよ。えなんかでしょ、はい、やだな、なんかスマホ触られんのもやだな。できるだけ触る面積広めて一回いいですか、ね、そもそもなんでそんなストーカーしてくるんですか